皆さんこんにちは。世界丸見え、テレビ特捜部や1億人の大質問、笑ってこらえてなど、数々のテレビ番組の司会を務めている所ジョージさん。司会者のギャラは多いと言われていますが、本当なのでしょうか。さらに最近では YouTube を開設して話題になりました。今回はそんな所ジョージさんの収入やご家族についてまとめてみました。まずは所ジョージさんの簡単なプロフィールからご紹介します。本名羽賀孝之、生年月日1955年1月26日、出身地埼玉県、身長172センチメートル、血液型 O 型。所ジョージさんはテレビ出演の収入がメインです。他にもオリジナル商品や書籍の印税収入など様々な収入源があります。これによって所ジョージさんの年収は2億円だと予想できます。テレビ出演のギャラについて以下のような情報がありました。ゴールデン枠に進出できるようになれば、一度の出演で10から20万円のギャラを得られるようになる。ゴールデンタイムの MC ともなれば、1回50万円のギャラも夢ではない。上記の記事を見てわかるように、テレビ出演のギャラの相場は1本10万円から20万円と言われています。所ジョージさんのようにゴールデンタイムの MC となれば50万円を超えることもあるようです。次に所ジョージさんのそれぞれの収入源について詳しく説明していきます。所ジョージさんはテレビ出演も多くされています。2021年の出演番組は以下です。所ジョージさんのレギュラー番組も含めた2021年の出演番組は、判明しているだけでも432回でした。一番組の出演料50万円かける432回は2億1600万円、年収2億1600万円割る12ヶ月は約1800万円。このことからテレビ出演での収入は月収1800万円と予想できます。所ジョージさんは CM にも出演しています。2021年の CM は以下の通りです。大塚製薬、蛍光補水液 OS-1、 東京海上日動安心生命保険、安心年金介護 R、 日本テレビ放送網キャンペーン。ギャラは公表されていませんが、仮に1本あたりの収益が1500万円だとすれば、1500万円かける3本は年収4500万円、4500万円割る12ヶ月は約375万円。上記の計算から月収約375万円と予想できます。所ジョージさんの収入の中でもこの YouTube がかなり大きいと言えますが、 YouTube での収入について見ていきましょう。 YouTuber として最も大事なことはどれくらい再生されるかということ。チャンネル登録者数だけ増えても再生されなければ収入が増えることはありません。 YouTube の広告収入の計算方法については以下の通り。 YouTube 広告の収益は1再生数につき 0.05 円から 0.1 円の単価と言われている。 0.05 円の単価とすると、月間200万回の再生で10万円、400万回の再生で20万円となる。広告によって単価が大きく変わることから、1再生につき 0.2 円から 0.5 円になることもあります。上記のことから所ジョージさんの再生回数と収入を割り出してみました。所さんの97チャンネル、動画投稿頻度は平均で月2回ほど、再生回数は1本あたり10から279万回、1再生 0.1 円だとして計算すると月収約10万円前後。単純計算で10万円かける12ヶ月は年収なので約120万円という計算になりました。普段の再生回数を踏まえて計算すると、再生回数50万かける日本かける 0.1 円は10万。上記の計算から月収約10万円と予想できます。所ジョージさんはオリジナルグッズを発売しています。今回は16,500円の商品で計算してみます。16,500円かける1ヶ月あたりの売上個数3000個かける 1% は495,000円。上記の計算から月収約50万円と予想できます。所ジョージさんは書籍を発売しています。所ジョージさんのユニークな考え方が書かれています。価格は2479円。著名作家ではないことを踏まえて計算すると
2479円 ×1 ヶ月あたりの売上個数 3000×5×印税 10% は743700円。上記の計算から月収約74万円と予想できます。ところジョージさんの月収をまとめると、テレビ出演1800万円、 CM 出演375万円、 YouTube 10万円、オリジナル商品50万円、書籍74万円、合わせて月収約2300万円と予想できます。そんなところジョージさんの自宅といえば世田谷ベースです。バイクや車の改造を行ったり、趣味のものを集めている秘密基地のようなところです。この他にも八王子ベース、沖縄ベース、山中湖ベース、とどろきベースの上記4つがあります。ガレージとはいえ購入するのに100万円以上かかると思いますので、5つ所有しているのはすごいですね。そして自宅は世田谷ベース付近にあるそうです。金額などは不明ですが、結婚した娘さんに3億円の家をプレゼントしたこともあるみたいなので、ご自身の自宅も相当な豪邸と予想できます。ところジョージさんの愛車遍歴がすごいと言われています。オデッセイ、フェラーリ、ベンツなどたくさんの車に乗ってきました。最近ではフロンティアに乗っているみたいですね。続いてはところジョージさんの娘さんをご紹介します。ところジョージさんの私生活について調べてみたところ、2人の娘さんに恵まれていることが分かりました。長女の名前は芳賀さやかさんと言います。一般人ということで顔写真や具体的な年齢については残念ながら公開されていませんでした。ところジョージさんは愛する2人の娘に贈るバラードという曲を作っていたそうです。愛する2人の娘に曲を贈るなんて、ところジョージさんらしくもあり素敵なエピソードですよね。ここまで父親に愛される娘さんも幸せですよね。ところジョージさんは娘さんのことを溺愛しており、過去には娘さんのために作曲をし TV で披露したことも、世田谷ベースでも数多くの名言を生み出してきたほか、ファッションセンスも高く、さらには自分の趣味である車やバイクのコレクションを仕事に生かしたりと、非常にマルチな才能を持つところさん。こんなかっこいいパパがいる娘さんが本当に羨ましい限りです。芳賀さやかさんはオーストラリア人の男性と結婚していたことがあるのだそうですが、ちなみにそのオーストラリア人の男性はエリックという名前なのだとか。長女のさやかさん、エリック・ジェイコブセンというオーストラリア人の男性と結婚していたことが分かりました。所さんは芸能人の中でも独特な世界観がある個性的な方なので、考え方などもお父さんの影響を受けているんでしょうね。ところジョージさんは娘の芳賀さやかさんが結婚した際に、結婚の祝いとして会社名義で土地と建物合計3億円分プレゼントしたそうです。所さんはレギュラー番組も数多く担当しており、かなり稼いでいるという噂ですし、所さんからするとこのくらいの金額は大したものではないのかもしれませんね。さらに驚きなのが娘婿のエリックさん。過去に NHK の人気番組英語で遊ぼの先生として活躍していた実績がありました。教育系番組に出演するくらいなので、子供に好かれるような優しい性格の男性だったんでしょうね。エリックさんとさやかさんの結婚生活は続かず、3年間で離婚してしまったそう。もちろん所さんが買ってあげた2人のアイノスも売却しなければいけないという残念な結果に。ちなみに売却金額は1億9000万円という噂です。ただお孫さんは誕生しているようで、所さんは過去のインタビューでも孫が欲しいといえば無限にお金を使ってしまうと語っています。娘さんはそんなにたくさん与えないでと注意しており、あくまでも厳しく育てていくつもりのようです。ところジョージさんの次女は芳賀涼子さん。年齢は30歳くらいで、写真などもネット上で公開しています。女優さんのように大変お美しい方です。ちなみに所さんは娘さんがまだ幼い時に授業参観に足を運んだところ、学校が大騒ぎになってしまったため、学校側からもうイベントには来ないでほしいとお願いされてしまったそうです。娘思いの所さんなので、この時のショックは大きかったでしょうね。また娘さん自身も所さんが大好きで、奥さんが留守の時は所さんにご飯を作ってあげるみたいですよ。そんな娘の芳賀涼子さんは昔、
所ジョージさんと CM で共演した経験がある模様です。具体的に何年前の CM か特定できませんが、涼子さんがガラケーを持っているので、かなり昔の CM ではないかと予想しています。娘さんとの初めてのお仕事だったからか、所さんもなんだか嬉しそうな顔をされていました。最近の写真も1枚だけで公開されてはいますが、所さんと CM で共演して以降は特にテレビやドラマにも出演していないため、普段は長女のさやかさんと同じく一般人として生活を送っているようです。美人さんなので次女の涼子さんも婚約者候補の男性がすでにいるかもしれませんね。また所さんは先日体調不良で手術をしていますが、現在は無事仕事に復帰しているとのこと。嫁さんはもちろん、可愛いお孫さんや娘さんたちのためにも健康第一に無理なく頑張ってほしいものですね。今回は所ジョージさんについてまとめてみました。これからも数々の番組での活躍を楽しみにしています。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。